今日はですね、新しい糖尿病治療の展開、食事、薬物療法の最近の話題ということでですね、糖尿病の治療に関しては、食事療法、運動療法、薬物療法、いろいろありますけれども、特に、薬ですとか食事に関してですね、最近、いくつか議論があることもありますので、その辺の新しい話題とかですね、知見も交えて、話をさせていただければと思います。今日皆様、お暑い中、集まっていただいてありがとうございます。私も今歩いてきたらですね、かなりすると暑くなってますので、水分補給とですね、しっかりマークアップはしていただいてというふうに思います。早速では、話の方に移りますが、今日の、話題はですね、3つですね。糖尿病の、薬物治療や食事の話に入る前にですね、糖尿病の、どういう病気かということ、それから、糖尿病合併症というのがあるんですが、糖尿病というのはどういうところが注意していかなければならないか、そういったところをお話をした後、今日数年でですね、かなり薬の種類も増えてきましたので、新しい治療薬を中心にですね、糖尿病の薬の話をしたいと思います。そして最後は、食事療法、最近の話題ですね。最近本屋さんに行きますと、糖尿病に関してですね、糖質制限、非常にたくさん本が出ていると思うんですが、あのあたりについては、結構いろいろ議論が実は私たち専門家の中ではあるところでして、そのあたりも、いくつか客観的なですね、データも踏まえて、私どもに考えていくわけです。ですか。ではまずですね、糖尿病の病態についてですね。皆さん糖尿病というとですね、心臓の中に糖が出る病気というよくご質問させていただくと書いているんですが、確かに心臓の中に糖が出る病気なんですけど、実はですね、それは糖尿病の1年しか見ていなくて、ざっくり言うとですね、糖尿病の糖というのは主に全身の血管ですね、細い血管や太い血管も含めて血管がダメージを受けて臓器や組織が、糖尿病特有の合併症ですね、病気を起こしている、そういう病気なんですね。でまずこの糖尿病の糖って何だというところなんですけど、ここに今画面出したのは主に糖質と言いましたですね、糖を具体的にはこの糖尿病原因糖というのはですね、ブドウ糖という糖のことを指します。で糖というのはいろいろあって、砂糖もそうですし、それから、アフガ糖とかですね、乳糖とかいろいろあると思うんですけど、糖尿病の糖というのはブドウ糖という糖のことです。でこのブドウ糖というのは、例えばここにさつまいも出しましたけども、こういうのあれですね、ジャガイモとかあるので小学校の時に当たってますけど、塩分という栄養素、この澱粉というのは細かく見ますと、こういう粒状になっているんですけども、実はこの粒の部分をさらに拡大すると、この右側のようになって、ブドウ糖という一番ちっちゃな単位の糖が何万とか何十万というふうにこう連なっているんですね。これがブドウ糖ですね。でこのブドウ糖というのは、体の中で非常に大事なエネルギー源になっています。例えばお腹が空いた状態、私もさっき12時半くらいまで外来やってましたけど、今日実はちょっと朝バタバタしててですね、食事がつまり少なかったんですけど、やっぱ12時過ぎないとぼーっとしてきました。疲れてくると頭こうなんか回らなくなってきますね。であれはですね、ブドウ糖っていうのは実は頭、脳がですね、非常によく使う栄養素なんです。あと血液の赤血球って赤い成分も実はブドウ糖しかエネルギーとして使うことができないんですね。でブドウ糖というのは今お話したように、その他の細胞でももちろん使うんですが、体の細胞の中の大事なエネルギー源の一つなんですね。でブドウ糖というのはそういうエネルギー源なんですが、私たちは24時間食べてるわけにはいきませんが、2番目に書いてあるようにブドウ糖というのは肝臓やですね、筋肉といった臓器に貯蔵しておいて、食べてない時間帯にそこから放出して使うこともできるんですね。であとブドウ糖の利用というのはこれからお話ししますが、胃袋の裏にある膵臓というところからですね、インスリンというこういうのがあるんですが、これがですね、副
雑に噛み合って、ブドウ糖というのは私たちの体の中で使われているんですね。そうですね、胃袋の裏に膵臓という臓器があります。ちょっとあんまり馴染みがない臓器ですけど、この膵臓というところはですね、消化液を主に作ってたりするんですが、実はこれからお話しする糖尿病に関係するインスリンというですね、血糖を下げるホルモンを作る大事な場所なんですね。でこれは注射薬ね、インスリン注射っていう名前でお聞きになったことがあると思うんですけど、実はこのインスリンという血糖値を下げる効果を持ったホルモン、このホルモンの効きが悪くなったり、出が悪くなると糖尿病になるんですね。これちょっと専門的なあれなんで、ざっと見てもらえばいいんですけど、血糖値というのは、血糖というのはこの血管の中のですね、ご飯食べた後こう流れてきますけど、実はこのブドウ糖という栄養素はただこう簡単に細胞の中に入っていくのではなくて、専用の通り道があるんです。ただこの通り道はですね、膵臓からこのインスリンという血糖値を下げる効果を持ったホルモンが来ないと通り道が開かないんです。言ってみればインスリンがトントントン、ブドウ糖が来ましたよという信号を送って、この通り道が開いて初めてこの中に入ってくるんですね。ですから血糖値が高い状態、つまりせっかくご飯を食べてブドウ糖を摂取しても、ブドウ糖が血管の中にたくさん溢れちゃうような高血糖の状態っていうのは、原因が2つあることが分かるんですね。1つは血糖値を下げるインスリンというホルモン自体がもう出なくて、ここに到達しない場合、行っちゃった場合ですね。あともう一つはホルモンは来るんだけど、なんだか知らないけど、その血糖を下げる、取り込ませるための信号が鈍い、こういうのがあります。でこういう状態になるとですね、血管の中にブドウ糖が溢れてきてしまいます。これ1日3回食事を食べる方、黒いのが糖尿病でない方、赤いのが糖尿病の場合です。でこれはインスリンという血糖値を下げるホルモンの出が悪くなってしまった場合を示しています。通常ですと糖尿病がない方はせいぜいお腹が空いた状態の血糖値が100%ですね。で食事をとりますとブドウ糖が上がってきて血管の中に糖が上がっています。そうすると膵臓から血糖を下げるホルモンがダーッと出てきて、肝臓や筋肉や脂肪に糖が取り込まれて食事の前のレベルの糖に、これが糖尿病でない方の糖の動きなんですね。これを1日3回やってくるんです。ところがホルモンの出が悪い場合、これは多くは痩せている方に多いんですが、血糖値がこうご飯を食べて上がってもですね、インスリンがちょっとしか出てこないので、糖が血管の中に溢れてしまって細胞の中に届かない。でこういう状態が高血糖、血糖値が高い状態を生んでしまうんですね。そうすると糖が高いと何が悪いのかということなんですけど、実際のところ軽い糖尿病、軽いあんまりこうそこまで血糖値が非常に高くない、まだなってから比較的日が浅いというような患者さんは、大体の場合はあまり症状がないです。で、喉が渇くとかですね、そういう状況になってくるとある程度血糖値が高いのかということなんですが、実は糖尿病の状態というのはですね、ある一定のレベルを超えるとあまり症状がなくても体の中の臓器では合併症という糖尿病特有の臓器障害、組織障害が起きています。一つは目ですね。これ網膜、目の内側奥のところの膜ですね。網膜剥離という病気でよく皆さんお聞きになるんですけど、この網膜っていうのはですね、人間の中で唯一生きたまま血管が直接見れるところなんですね。でここの白いところが視神経といいますが、この網膜というのは視力を出すためにとても大事な臓器なんです。でここはですね、糖尿病の状態が悪くて高血糖になると、こういうふうにですね、コツコツとなんか血管が詰まったり、なんか血管から物質が溢れたりなんかができたりして、で本当にひどくなってくるとですね、血管が血の流れが悪くなってですね、脆い血管が出てきたり新しく生えてきたりするような状態になって、そういうのを潰すためにこの白っぽいのはレーザーを出た後なんですけど、こういうふうにですね、目の奥で大事な視力を司っているところが糖尿病で侵されていってしまう。で最悪の失明になってしまうですね。それから神経障害、これは糖尿病の方でです、
番最初に出てくる、関係者ですね。で、大体数ヶ月ぐらいで出てくると思います。小倉帰りですね、これ夜の近くを吸ってしまったりとか、それから、まあ、多いのは手足、特に足先のしびれですね。あと感覚が落ちてたりします。で、この間見えた患者さんは、あの足にやけどしてたんですけど、分かりませんでした。これやけどですよね、実際は。お湯を落としたりはするけど、熱くなかった。でも、やけどになっちゃった。私が信州で仕事してた時は、あの夜、糖尿病の時の状態が悪い方は若い女性でしたけど、見えてですね、ストーブに当たって足が溶けちゃったんです。足が溶けてたんですが、あの痛みはないんですね。そういうのちょっと怖いんですけど、この神経障害っていうのは一回起きてしまうと、まだ有効な治療薬というのが、まあ、あのどうしても症状に対応するような薬が中心なので、残念ながらちょっと一回出てしまうと、なかなか症状の改善というのは難しい部分があるんですね。あと便秘とかですね、そういうのも子供がすごく多いです。これも神経障害の腎臓ですね。よく透析っていうのがね、気になると思うんですけど、腎臓っていうのは体の両脇にある、大体皆さんの拳ぐらいの大きさですね。何をしているかっていうと、体は一生懸命活動してますから、老廃物があるんですね。で、その老廃物を腎臓で尿として押して、体の外に不要な老廃物を出しているわけです。で、その腎臓っていうのは細かく見るとですね、こういうあの血管、細い血管が入ってきてですね、ここから血液が入ってきて、この網目みたいななったところでですね、ギューって血液が押されて、そこであの尿の元ができてですね、そしてこっちの下の方のところに、こういうあのことで、これが腎臓では、まあ、あの老廃物を押す装置なんですね。まあ、顕微鏡で見ないと分からないんですけどね。で、こういうところですね、見ますと、通常その腎臓のですね、尿を作って、血液を押して尿を作るところというのは、こういうふうにあの紫色っぽいのは細胞なんですけどね、あの細胞の核っていうところなんですけど、これ右側見るとなんか全然違いますよね。左側に比べると、なんかこうベターっと細胞がいないような場所があって、で、なんとなくこう、あのまあ、ですね、構造がもう壊れちゃう。こうなってきちゃうと、腎臓で正常に老廃物を起こすことができなくなっちゃうんです。で、そういう状態を腎不全と言います。で、糖尿病もですね、これは神経障害とかだいぶ違うんですけど、あの糖尿病の状態があまり良くないまま、まあ、10年とか15年とか20年とか、そういう単位で経過しますと、この赤いのは腎臓で尿を起こす機能ですけど、ここのところはですね、ある時こうストーンと落ちてしまう。この状態が腎不全です。で、一定のところまで行ってしまうと、もう水が出せなくなって、老廃物が溜まってきてしまう脳毒症という状態になって、この場合はもう透析にならざるを得ないんですね。で、糖尿病というのは透析になる病気としては非常にあの原因として多い病気で、今やっぱり大きな問題になっているんですね。で、まあ、これは腎臓。それからですね、これは、大血管というんですが、糖尿病はです、ね、今までお話したような腎臓とか神経とかねっていうのを顕微鏡とかね、専用の器具で見ないと分かんないようなちっちゃな血管です。ですが、あの大きな血管、心臓とか頭に大きな血管も糖尿病で動脈硬化が進むことが分かっているんですね。で、動脈血管ですね、硬くなっちゃうとどうなるか、詰まってしまうと、これ脳梗塞、脳の血管が詰まってしまう。それから心筋梗塞、心臓に行く血管が詰まりました。で、まあ、心臓なんかはかなりね、最近あのカテーテルって言って、まあ、ヨガ病院もそうですけど、あの非常に循環器 の技術が発達したので、あのかなり成績いいんですけど、それでもやっぱり糖尿病の方の神経障害があるので、心筋梗塞を起こしても、さっきの足の話なんですけど、痛みを感じない方って結構います。私も普通に、あの新種に比べてですね、救急外来でちょっとなんか息苦しいんだけどっていう方が来て調べたら、あの心筋梗塞になってたんですけど、痛まないですかって言ってます。痛みはないの。それはなぜか、神経障害があるからです。で、大体3分の1ぐらいの方、糖尿病の方は神経障害のために心臓の痛みというのが分かりにくくなっています。
怖いんですね。で、このまま足ですね。で、足っていうのは非常に頭から一番離れた部分なので、神経障害が出やすいんですね。長い神経です。で、感覚が落ちているのと、あとは糖尿病の方の場合、バイ菌とかカビに対する抵抗力が落ちているので、水虫の方も多いし、さっきお話したようで足怪我してても分かんなかったりするので、そういうところにバイ菌がついちゃったりして、で、なんか家族の人にちょっと足臭くないって言われて、見たら足が臭いかけてたので、来たという方も、今私がやっているところでもあります。で、こういうのは足の潰瘍というか、皮膚が漏れてしまったりとか、これはエソっていうんですけど、まあ、ミイラみたいな。これも、まあ、私が例えば信州大学というところで仕事をしていたときですが、やっぱり研究外来に行ったら、農家の60代の女性の方でしたけどね、足がもう腐ってしまって落ちないでした。そこまでなっちゃうんですね。ですから、こういうのが、まあ、合併症なんですけど、いずれにしても、これも一番話してますね、これを踏まえて考えてくださってもらったんですけど、この方も私が横浜病院で担当した方ですね。左側の足の親指がエソという状態になっていて、残念ながらちょっと切断したケースですね。で、いずれにしてもですね、今ちょっとまあ、スライドをお見せしましたけど、こういう合併症っていうのを起こさないように、血糖値を一定のレベルに保ってあげる。ですから、糖尿病治療っていうのはそういう意味ですと非常に地道なんですね。何か痛みが起きてからではやっぱり遅いですね、痛みとか症状が出てから、そうしないためにで、糖尿病って非常に大きなですね、多くの病気の原因になっていることが分かってきて、最近だと認知症、アルツハイマー型認知症というのがありますが、あれも糖尿病が関係というのが出てきてますし、あと、がんですね、がんも、その大元に糖尿病が関係ということも言われてきています。ですから、いろんな病気の大元にある病気だということですね。おしっこの中に糖が出ているというのは、本当にまあごく一部、まあ、その病気の一部の現象であって、実際には、まあ、今お見せしたようなですね、血管の、病気、それからまあ血管以外にもですね、やはり神経毒性のような物質を出したりとかですね、炎症悪さをしている。そういう非常に多くの病気の源流にある病気なんですね。で、まあ、糖尿病に関して今ざざっと対薬をお話ししましたが、まあ、糖尿病の治療っていうのはどんなものがあるかっていうとですね、これはまあ食事と運動療法なんですけど、まあ、運動療法は以前もここでねお話をさせていただいたこともあります。で、食事のこともあります。で、薬物のことはあんまり今までしなかったと思うんですけど、まあ、今日運動のことはちょっと置いといてですね、今日は食事と薬物の話を中心にしたいと思います。で、薬はですね、私がこの仕事を始めたのは2001年ですから、もう15年ですか。で、私が医者になった時って糖尿病の薬ってかなりまだ少なかったんです。それは発売している数も、まあ、もちろんそうなんですけど、薬の分類自体もですね、あんまり実は種類がなかったんですね。それで、ものすごい進歩です。たくさん薬が出ます。がゆえに、その薬を適切に患者さんの病態に合わせて使ってあげないと、なかなか糖尿病、良くなりません。で、まあ、今日はですね、その中でも治療薬について、まあ、概略をお話した、ですね、特に2年ぐらい前には結構新聞でも出てたんですけど、おしっこの中に糖を出してしまう、それで血糖値を下げるって、まあ、発売される直前も夢のような薬が出ているような状況で報じてた新聞もありましたが、まあ、そのあたりの新しい薬ですね、についてのお話をしたいと思います。で、糖尿病の薬っていうのはですね、ちょっと特徴があって、まあ、普通薬というと飲み薬を連想されると思うんですけど、内服する薬もあります。種類たくさんあります。しかし最近はですね、注射製剤、これはインスリンという血糖を下げるホルモンそのものを注射するものと、あとはまあそのあたりのところにインスリンではないんですけど
作用する注射製剤とか種類がたくさん増えてきたんですね。でこのあたりのこともちょっと触れますけれども、薬っていうと主に内服をイメージされると思うんですけど、糖尿病の場合に注射製剤というのがあって、この辺を上手に使い分けていくっていうのが私のような糖尿病専門医という仕事をしているものの一番よく売れるんですけども、細かいことはいいんですけども、ですね、糖尿病の薬ってですね、非常にたくさんあるので使い分けが難しいんですね。それでいくつかそのこういうふうな場合にはこういうふうな薬からスタートした方がいいですよっていうのは、アメリカとかヨーロッパにはそういうチャートというんですけどね、治療 の, 戦略図みたいなのがあって、日本でもまあそういうのよく引用しているんですけど、実はまあ結構そのいろんな薬が入った状態で私の外来見える方もいますし、もう病歴が10年、20年となるんです。それこそ本当に昔の薬から最近の薬までいっぺんに入ったりとかするんですね。で、糖尿病、まあ、注射薬はちょっとここ置いておきますけど、薬ってですね、糖尿病の薬は大きく分けると3つなんですね。で、1つはさっきお話しした、さっきのインスリンちょっと思い浮かべてください。糖尿病というのはインスリンという血糖値を下げる効果があるホルモンの作用が不足して血管の中に糖が溢れて血糖が高くなっちゃうということでしたね。そうするとインスリンというホルモン出てるけど効きが悪い状態、これ専門用語で抵抗性増大って言いますけど、これは多くは太ってる方です。太ってる方ですね。これはホルモンは出てるんだけど効きが悪い状態から言ってみたら、さっきのドアの例えで言ったら、インスリンがドアをどん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 と叩いてるんだけど、中にいる人は気がつかなくてドアがなかなか開けてもらえないみたいなですね。で、もう一つはこのインスリンの分泌低下、これはどっちかというと痩せ型の方にもいるんですけど、ホルモンの分泌、要するにホルモン自体が出が悪くなっちゃってる。ですからこれはさっきの糖の肺で肺のドアで言うとノックが弱くなっちゃう、弱くて気がついてもらえない状態、こういうことなんですね。で、それぞれに対応して薬があります。で、結構薬飲んでるんだけど全然血糖下がらないんだよねってうちのクリニックに来られる患者さんいらっしゃるんですけど、見てみるとやっぱりこの辺のところがですね、あんまりこう状態に薬がいいんじゃないかなっていうようなが入ってなかったりとかですね、そういうことがあって、でこの辺もですね、ホルモンが出てるかどうかとかっていうのもうちでは検査をして、で必要に応じて薬を調節してるんですけど、例えば痩せててもですね、ホルモンの効きが悪いなんていう方も中にいらっしゃるんですね。そうするとこっちの薬が入っててもこっちの薬が入ってないんで血糖値がなかなか下がらなかった場合があったりして、そういう場合にはこの辺の薬を入れてあげるとスーッと血糖が下がるんですよ。へっって言われるんですけど、それはやっぱりちゃんと血糖を下げるホルモンが出てるか出てないのかとか、そのあたりをちゃんと判断して、検査して判断して薬を使い分けてと血糖値が出てしまうという感じです。で、このあたりの使い分けもあるんですが、最近ですね、非常に話題になってきたのはこの辺なんですね。糖のこういったインスリン系とは別にですね、糖を吸収したりとかですね、排泄したり、そういうところを調節して血糖値を良くしたり、薬が出てきたりね。で、糖の吸収をゆっくりにする薬っていうのがもうかなり以前からあったんですけど、さっきお話ししたようにこの SGLT2 っていうんですけど、これがですね、2年前の5月ですね、発売されて、今何種類か出てますが、これはおしっこの中に糖を出してしまう新しいタイプの薬 で、実際今いろいろですね、こんなことが発売されてるか分かってきて、ちょっと注目を浴びている薬なんですね。もともとこれはリンゴ、さっき一番最初リンゴ出したんですけど、今なんですけど、リンゴの、リンゴという植物から抽出されてた成分で、薬の効果自体は結構昔から分かってたんですね。ただ人間のその体に適応させるために、薬がなかなか吸収されづらいというところで、そこの対応に時間がかかったみたいですが、今実際に使われている薬になります。
糖尿病の方って血糖値が高いですね。で、血糖って180以上になるとおしっこの中に糖が出るようになります。だからもしご自分で健康診断とかを受けてですね、本当おしっこの中に糖出てますみたいな血糖値が180を超えた時間があると思って、で、糖尿病の方はすごく出ない方に比べてもですね、おしっこの中に糖が、出てくるわけなんですが、実はですね、人間の体っていうのは不思議で、ここがおしっこの通り道なんですけど、実はこのおしっこの通り道にですね、ブドウ糖をもう一回体の中に戻そうっていう経路があるんですね。おそらくこれは、これは私の試験ですけど、エネルギーってやっぱり今みたいに昔は簡単に取れないですよね。ですから、リスミ数素の1回取ったですね、エネルギーをおしっこの中に出しちゃうんじゃなくて、もう1回やっぱり体の中に吸収して使いたい。しかし糖尿病の方の場合にはこれが入ってあだになっちゃって、また血糖値が上がっちゃうんですよね。ということで、このおしっこの中から体の中にもう1回糖を落とそうというね、こういう経路をブロックするのが今、飲み薬で一番新しいですね、そのリンゴから作られたっていう、リンゴロジンというここをブロックしてしまうと、おしっこの中に糖が出る。大体どのぐらいの糖が出るかというと、1日 75g くらい。薬によってはもうちょっと出ますが、カロリーにすると 300kcal 分くらい、おしっこの中に糖を出せちゃうんですね。で、かなりですね、この薬上手に使っていくと、体重も落ちてきます。で、従来、このアプリを出しますが、糖尿病の薬って、体重が増える薬が多かったんですけど、この薬を使うとですね、患者さんが体重落ちてるってすごく喜びます。で、こういう薬もあってですね、で比較的注意して使っていけば、安全性も高いですかなというふうに私は今思っています。これはそうですね。さっきね、ちょっとさらっとお話しましたけど、脳梗塞とか心筋梗塞のことで実際のものを見てもらいましたけど、血糖値っていうのはおおむね食事の後高くなって180を超えてくると血管に傷をつけてしまう。で、動脈硬化っていうのは皆さんお聞きになったことあると思うんですけど、血管って硬くなるといいかっていうと、硬くなると丈夫じゃないので、硬くなると弱くなるんです。なぜかというと、動脈っていうのはある程度柔らかさがないと血液を上手に送り出すことができないんですね。ところが糖尿病もそうなんですが、血管を硬くしてしまう。だから最近言われているのは、この食事の後の高い血糖値を落とすことが大事だと言われているんですね。こういうのを食後高血糖って言うんですが、食事の後過剰に高くなりすぎてしまうときにこういう血管なんかを傷つけてしまうので、この食事の後の血糖値をどう下げるかということがすごく大事なんですね。で、結構ですね、私のクリニックに来ていただいた患者さんなんかも、大体やっぱり血糖値は皆さん少しでもいい数字を記録したいと思うので、特に何も私のことで言わないとですね、皆さん午後の診察なんかでも朝から何も食べないで内臓がするんですよ。でも私はもう普通にいつも通り食べてきてください。なぜかっていうと、食事の前の血糖値がよっぽど血糖値が普段悪い方じゃなければそれなりに低いんですね。ですが、普通に食事を食べてきて、大体何時頃にどんなものを食べましたって私の外来では必ず皆さんから聞かれるんですよね。で、中にはなんか冷蔵庫の中に覗かれているように嫌だっていう方もいるんですけど、大体やっぱり食事の後、どんなものをどのくらい食べたら血糖値がどのくらいまで上がっているのかっていうのを普段の診察の中でチェックしたりするのがすごく大事なんですよ。というのはこういうことがあるので、高い時の方がどのあたりまで上がっちゃっているのかっていうのが大事なんです。それで、薬もですね、注射の話もちょっとしたんですね。注射はですね、インスリン注射っていう、お腹に打つんですけど、これも非常に今製剤が増えてまして、1日1回打つタイプとか、2回、3回打つタイプとか、食事の後の血糖値を下げるような効き方をするやつとか、24時間効くタイプとか、この辺のですね、注射もすごくいろんな種類があって、この辺の使い分けも私たちの仕事ですね。で、さらに患者さんにとって朗報なのは、
今ですね、週1回の内服とか週1回の注射で済んじゃう製剤があるんです。ご存知ですか？知らないですよね。あんまり話題なかったんですけど、結構実はこれ衝撃で、糖尿病の薬ってすごく飲み方が1日3回とかですね、食事の直前とかですね、いろいろ種類があるんですね。場合によってはそれに注射合わせたりしてるんですけども、今注射薬でもある種のものが1週間に1回でよかったりとか、あと内服でも1週間に1回でよかったりとかして、こういうのは今認知症の患者さんなんかですごく今うちのクリニックでも何人か使って治療されてますけど、良くなってます。というのは認知症がある方で一人で暮らしていると薬の管理誰もしてくれないんですね。で毎回、あんまり出てよくなかったんですけど、毎回来る方で血糖値が日によって全然違うんですね。で聞いてみたら、前にヘルパーさんが来て薬を飲んでた、で血糖値が悪い時はその前に飲んでなかったということがあったので、その方は今週1回の製剤にしましたけど、血糖値ピタッといいことができます。それは週1回も必ずここで飲むのをその背後の方が確認して、訪問看護の方が確認してくださいとお願いしたいので、確実に薬を飲んでいるんですでしょう。ですからそういうのもこれからの高齢化の時代ですけど、すごく大事なことですね。で薬もね、いろいろな種類があるんですけど、例えば手術を、ね、控えている方なんかだと、飲み薬とかで慌てて治療を始めても、手術の時間までに血糖が下げられなかったりするんですよね。で手術の時に血糖値が悪いと傷のつきが悪いんですよ。なので、そういう場合にはもう時間があまりないので、最初からもうインスリン注射で治療を開始することもあるんですね。あとは今ちょっとお話したいのは、療養環境というのをね、うちの、治療してる時必ず看護師さんとか通して話を聞いてあって、薬のチョイスにするんですけど、やっぱりご家族で誰かね、認知症の方に見てくれる方がいるのかいないのかとか、あるいは飲酒、お酒と相性がある薬もありますから、その辺の状況までちゃんと把握して薬を選択するんですね。で、あと、ここはちょっとお話、糖尿病の薬ってですね、注射薬まで入れるというのはこんなに製剤なんです、9つ。これは薬 の、 製品名じゃないですよ、種類です。で、この中にまたいろんな会社が出しているいろんな薬があるんですけど、昔からある薬ってですね、例えばここ SU って書いてありますけど、これ1日1回タイプでずっとインスリンっていうホルモンをダラ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 出すような薬。この薬は私が医者になった頃は結構主流で使われてたんですけど、今この薬、これも上手に使えばいいんですけど、結構低血糖といって血糖値の下げすぎを起こしてたりとか、あと体重が結構増えてしまったりとか、あとさっきお話した食後の高血糖ですね、これはなかなか改善が難しいとか、結構今見ると、使い勝手が難しい薬だったんですね。ところがさっきお話ししたようなリンゴの話とかですね、糖の中におしこを出してしまうのか、おしこの中に糖を出してしまうのかですね、これは低血糖は単独では起こしにくいし、食後の血糖値も下げてくれるし、体重もですね、これ逆にちょっと減らしてくれたりする。それからこの上に GLP-1 って書いてあります。これ注射製剤なんですけどね、これも割と新しいんですけど、これも体重結構落ちたりします。でちょっとね、そんな症例一つ、失礼しない、こんな感じで使ってますけど、29歳の男性の方ですね。で、体調悪いって言って近くのお医者さんに受診して、血糖値が高いよって言われて、200以上ですから、糖尿病ですね。で、喉の渇きとかもあったと。で、私の場合は何も薬とか使われない状態でね、何されたかって、気管支喘息とか感染とかの病気がある。糖尿病の家族歴はないんですけど、見ていただくと分かる体重がすごいんです。29歳で140歳身長も176.5 でそこそこありますが、初診の時137.5、結構体重ありますよね。それで血圧もちょっと高い、まだ若い方なんですけど、でここを見
見ていただくね、発射振動感とか、ASゲン反射とか書いてあるんですけど、神経障害がもうちょっと出ちゃった。アキレス腱の反射ってありますよね、ここポンプだと。あれが落ちちゃった。あと神経障害っていうのはこう、音差ね、あのギターの弦と合わせたときですね、音差ってありますね、あれは足に当てるんですけど、通常だと10秒以上はその感覚が分かるんですけど、5秒しか分からない。感覚がちょっと落ちちゃったみたいですね。それで平均の血糖値っていうのを見ると、ヘモグロビン A1C って言いますが、これ6.5以上で増尿なんですけど、9.4。で、糖尿病の状態で熱に例えると39度4とか、状態良くないですよね。で、この方はまあ食事の話も、ね、栄養士さんから、うちは専属の栄養士さんなので、お話ししてもらって、まあ、1日2100キロカロリーぐらいにしましょう。で、1日9000歩ぐらいのウォーキングをしましょう。話をして、薬はこの方の場合は非常に体重がある方で検査したら血糖値を下げるホルモンの効きが悪い状態が主だったので、そこを改良してくれるメトグルフォンという薬を入れました。そうするとですね、この赤いの平均の血糖値です。で、最初 9.4 だったんですけど、まあ4ヶ月ぐらいでスルスルと下がってきますね。で、体重も、まあ、2キロぐらいですかね、この時点で落ちてて、まあ、糖尿病の合併症が進行しないと言われているこの平均の血糖値7というところはもう切った状態で、あ、よかったねという話をしてたんです。で、栄養士さんも毎回入ってくれて、食事も頑張ってるねという話だったんですけど、実はですね、秋口ぐらいから上がってきちゃったんですね。で、糖尿病の方でこういう傾向よくあります。なぜかというと、この季節変動というんですけど、やっぱり秋ぐらいから美味しいものが多いんですね。違う。あと寒くなってくると、やっぱり体を動かす量が落ちてきちゃうんです。ですから多くの患者さん見てますと、季節変動というか血糖値も一年中一定じゃなくて、やっぱり冬場が高くなって、で、夏ぐらいからまあちょっと先ぐらいが一番下がっていくようになって、この方も結局薬途中で増量したりしたんですけど、元に戻っちゃった。で、やっぱり話聞くと結構食べてるということで、さっきお話しした、リンゴのやつですね、おしっこの中に糖を出してしまうんです。これ実はちょっと少ない量なんですけど、ちょっと事情があって少ない量使ったんですが、入れたらですね、ぐーっとまた同じように下がって、以前より低いレベルまでなって、しかもまあこの方はちょっとこの後まだ出してないんですけど、今ずっとこのレベルにとどまってます。つまり秋とか冬も血糖値高くない状態。しかも体重がですね、一番最初の時に比べると、最初の薬は2キロぐらいしか落ちなかったんですけど、この方はうちで一番体重落ちたので、10キロぐらい体重落ちてます。もちろん分母も大きいんですけど、かなり非常によく効いているケースですね。で、実際、まあ、このタイプの薬っていうのはいくつか出てますが、心臓に関してもいいのではないかというデータも最近出ています。ただ、最初の頃ですね、これは江戸川病院に、まあ、今、発表に移られましたけど、阿部先生という先生が言っていた症例報告で、糖尿病の学会誌に出たのですが、まあ、このおしっこの中に糖を出す薬がですね、投与された71歳の女性が、投与始まってから9日目に脳梗塞を起こしたという症例報告があったんですね。で、実際、発売前は一部夢の薬みたいな話で出てたんですけど、ちょっとこういう事象がパラパラ出たものですから、実はこのタイプの薬一時ちょっと処方が滞ってた状態なんです。ですが、このさっきお見せしたようなところですね、まあ、適正に使用すれば非常にいい薬だということで、糖尿病があったりですね、やっぱり低血糖を起こさないようにするとか、あとはおしっこの中に糖が出るとか、どういうことかというと、おしっこの中に体の中の水を引いてられるとかです。皆さん、子供の頃に、なめこじに塩かけて溶かしたことありますよね。あれは浸透圧といって、塩が水を水分のなめこじの外へ出しちゃったから溶けたように見えたんです。で、おしっこの中に出るブドウ糖にも同じ力があります。ですから、さっきお話した尿の中に糖を出すっていうのは、だいたい飲み始めると1日 500cc ぐらい尿が出るんです。だからその分の水分を補ってあげないと脱水傾向になっちゃう。ですから、その辺のことも糖尿病学会が今、しっかりとね、水分を取ってくださいということで、
適正に使用を促します。でこの薬もやっぱり、まあ、どんな薬でもやっぱり気をつけて使わなきゃいけないんですけどね、今お話したような理由でこれ新しい薬は、まあ、脱水に対してね十分注意ができるかと。あとどちらかというとやっぱり体重が多い肥満の方ですね、痩せてる方はちょっと薬使うのが難しいかなということですね。であとこの薬入ってですね、いくらでも食べていいんだ、おしっこの中に糖が出ちゃうんだからって言われた方が一人いらっしゃったんですけど、この方はやっぱり血糖値落ちてません。なぜかというとそれはそうでね、やっぱり1日おしっこの中に糖出しても300キロカロリーぐらいですから、それを上回る勢いで、だからやっぱり食事療法にもしっかり取り組みがある程度できているということですね。で、まあ、この辺りのところが新しい薬を使われて、ね、アメリカになるかなと思いますけど、で薬のところが今ここでお話ししました。まあ、薬は言ってますけども、やっぱり患者さんそれぞれ一人一人病態ですね、作業分に出てるか出てないかとか、その他の合併症の状態とか、いろいろなことを考えなきゃいけないので、薬って本当に使い分けるのが難しいんです。ですから、まあ、選択肢が、ね、いろいろ広まってきた新しい変化薬もあるんですけど、やっぱり基本は患者さんの状態になったりする、適切な治療薬を選択して適切な使用量を使う。でさて、ここでも最後の課題になります、食事療法ですね。で食事療法で新しい話題なんかあるかという話なんですけど、実は結構今ホットな話題で、私たち その糖尿病専門としているところからの間でも意見がちょっと、まあ、荒れているというか、いろんな議論がある部分がある話があるので、そのあたりのところもちょっとお話をしています。食事ですね、まあ、これはもう糖尿病っていうのは代謝の話ですから、やっぱり食事が一番、まあ、食事運動も薬物ももちろん大事なんですけど、やっぱり食事ってかなり大事ですよね。で食事っていうのは大きく分けると3大栄養素っていうのがあります。一つはこの絵の上の方にあるような穀物、それから芋ですね、あと、かぼちゃとかこの辺のやつですね、あと豆で、この辺が、糖質というね、さっきお話したデンプンとかを含むものですね。あとちょっと糖の種類が違いますが、果物も、まあ、主に糖質を含む、これは、まあ、ね、果物の葉って書いてあるかと、それが含まれている。あとは、お肉だとか牛乳だとか卵だとか大豆製品とか、主にタンパク質を多く含む種類ですね。あと脂質、油ですね。でこれは、まあ、ドレッシングとかマヨネーズなんかもそうですけど、あとは油が多い部分の肉ですね、鶏皮とかごまとか、あとアーモンド、アボカドも含まれるんですね。でこの三大栄養素なんですけど、実はこの三大栄養素 その比率をめぐって今いろんな話が出てきてるんですね。あとは、下の方にあるのこれは炭水化物が多い芋とかね、レンコンとかかぼちゃ以外の、まあ、葉物野菜とか根菜、この辺の野菜、これは、まあ、栄養ももちろんありますけども、ビタミンとかミネラルとかね、こういったものを含んでいる食品になります。で三大栄養素っていうのをよく覚えているか、糖質とタンパク質と脂質、油ですね、でこれがですね、2010年糖尿病学会誌で出たんですけど、皆さん食事の食べるときに野菜とあとご飯の茶碗があるからどっちから先に食べますか？食べますね。結構これは皆さん、ね、ご存知だと思うね。NHK ってやってますよね。これはもうはっきりですね、血糖値という観点から言うと野菜を先に食べた方がいいです。これ今日皆さんに、ね、データを見せしようと思って抜粋してきたんですけど、これは日本人の健特にですね、糖尿病の異常が指摘されてない方ですね、健康な方で、やったものなんですけど、この、縦の軸はこれは血糖値の上昇した幅ですね、で横はご飯食べてからの時間なんですけど、黒い方は
ご飯を食べた後にサラダを食べた方、そして白い方がご飯を食べる前にサラダを食べた方、見ると血糖値は先にご飯を食べてから後でサラダを食べるとぐーっと上がってその後で下がるんですね。でご飯を食べる前にサラダを食べる、ご飯を食べる前にサラダを食べておくと血糖値の上昇が特に比較的食べ終わってから早い時間帯で少ないんですね。これは結構もう食べ方で食べる順番で違うのかなということですね。じゃあこれはまあ糖尿病がない方なんですけど、じゃあ糖尿病の方でどうかっていうことをやった方がいて、それを見るとやっぱり同じような傾向が出たんですね。糖尿病の患者さん、糖尿病の患者さんだとやっぱり高いですよね、食後、ご飯を先に食べた方は200を超えちゃってますね、30分で。ですが先にサラダを食べた方の方は200はギリギリ、まあ、超えてない方が多いということは、さっきの食後抗原と血管を傷つけているとありましたよね、あれがある程度抑えられる可能性があると思います。ですから同じものを食べるにしても順番を考える。これは主に葉物野菜なんかに含まれている食物繊維が先に腸に先回りしてご飯の吸収をゆっくりにしていくという効果があると言われていますね。で昔は学校教育、私たちもそうでしたけど、よくね、三角食べっていう食べ方をなんか学校の先生にも教えられて、まあ、本来となんか、ちょっと食べにくいみたいな感じでありましたけど、これも、まあ、根拠があってもなのかちょっとわかんないですけど、まあ、私なんかも子供の頃はこう順序よくこうなんか食べなさいとかって言われて、牛乳飲んでる後にご飯が来てるみたいな、ちょっとなんか気持ち悪い感じもしたりしたんですけど、この三角食べっていうのよりはですね、むしろ今のその野菜とかを先に食べるという方は、まあ、懐石食べっていう言い方もあるんですが、確かに懐石料理とか中華料理なんか見ても最後の方でご飯とか麺類が出てきますよね。ああいう食べ方ですね、懐石料理ではこんなにカロリーが多いと思うんだけども、ご飯とか最後の方に出てくる食べ方ってやっぱりそれなりにメリットがあるんですよね。あと野菜が先に入ることによってご飯やパンの量が少なくても満足感が得られるというメリットもあるんですね。ですのでこれから皆さんが食事食べるときに糖尿病の方は食事の食べる順番にも注意してください。これ糖尿病の日本のですねデータなんですけど、血糖値、さっきお話した平均の血糖値ですね、これは2002年から2013年までの日本人の糖尿病の方の血糖値、これは日本人のですね糖尿病の方のデータなんですけど、2002年から見ると糖尿病の、この方を見ていただけますか、だんだんこの平均の血糖値って年を追うごとに下がってるんですよ。つまり治療薬とかが非常に進歩してきたりしたので、だんだん血糖値は下がっているんです。ですが問題はこれはこの上のを見ていただけるんですが、体重を表す、ね、体重とか、まあ、肥満の程度を表す BMI というのが同じ時期に実は血糖値は良くなっているんですけど、どんどん増えてきたんです。というのは、肥満のタイプの糖尿の方が多く登録されたという可能性もあるんですけど、中にはやっぱりさっきお見せしたみたいに薬のところで治療によって体重が増えちゃってるケースも中に入ってるわけです。でこの体重増加というのが今糖尿病の治療の中で非常に問題になってるんですね。じゃあどんな食事が体重を落とすのかっていうので今話題になっているのが糖質制限。あれはですね、なかなか難しいんですが、糖質制限の方がよく糖質制限は痩せるよっていう根拠にしているのが実はこの論文で2008年に、ね、ニューイングランドジャーナルオフェンスに有名な医学誌があるんですけど、そこに出たものなんですね。それで、この対象になったね、観察の対象になった人たちを3分に振り分けて、脂質ですね、脂質を少なくした食事、それからこの、下の方のね、青紫みたいなのが、これが糖質を少なくした食事、
このオレンジ色がメディタレーニアンダイエットと書いてありますけど、地中海食というのです。地中海食というのは、野菜とか豆類とか果物とかシリアル、そういうのを多く摂取して、オリーブオイルからですね、不飽和脂肪酸というのを多く取って、魚介類を多く、乳製品、中肉、それから菌類が少なめに、食事中に適量の、ね、赤ワインなんかも飲んですが、いわゆるイタリアとかスペインとかギリシャなんかで食べられているような食事。これはドイツだとかイギリスに比べると、さっきお話したその地中海沿岸の国というのは、狭心症とか心筋梗塞というのが少なかったので、こういう食事に原因があるんじゃないかと言われて、ここの地中海食に注目を集めたんですね。でその3分に振り分けて、24ヶ月、2年まで体重の減少を見たんですけど、実際見てみると確かに糖質制限、ストモテコに4ヶ月ぐらいで一番落ちるんですけど、実はその後、揺り戻しが来て、リバウンドですね。リバウンドが来て、最終的にはこの地中海食と同じぐらいの。で、脂質を落としたものは結構体重落ちるかなと思ったら、他の人よりは体重の落ち方が少なかったということで、よくですね、糖質制限を勧める先生もこれを一つの根拠としているんですね。ただ、この研究っていうのは、実際この糖質制限やった人はカロリーも割と少なめだったということで、結局カロリー、取ってるカロリーを揃えてみなければいけないんじゃないかといって、同じ雑誌で摂取エネルギーを揃えちゃって、栄養素のその比率ですね、組成だけを変えたらどうかっていうのをやっぱり同じ雑誌で2009年に出たんですね。で、エネルギーの制限をして、その中でタンパク質ですね、この例えばここで言いますと、エネルギーの制限を例えば2000キロカロリーの2000と決めておいて、その中でタンパクはいくらでも取っていいですよっていう分と、タンパク質は厳しく制限しますよっていう分を作ったんですね。で、油や炭水化物についても同じようにしたわけなんですね。で、もし炭水化物制限がいいんであれば、体重減少に寄与するんであれば、炭水化物のこの栄養素を厳しく制限した分が一番体重が落ちるはずなんですけど、実はそういう傾向は見られそうだったんですけど、有意差といって、統計上の処理すると有意な差はないということなんですね。で、つまりこうなってくると、その特定のですね、栄養素だけを抜いても活性に効果はあるかもしれないけれども、比率はどうなんだろう、糖質とかそういう方向自体を落とした方がいいのか、それとも糖質を取らない方がいいのか、いろんな話ができちゃって、結局同じ一つの雑誌の中でですね、なんとなくこう意見が組み合わないような論文が掲載されたわけですね。それでこれ今日一番大事なスライドだと思うんですけど、実はですね、日本人の糖質の摂取の食事の中に占める比率と、欧米人の食事の中で糖質が占める比率が違います。日本人の場合はだいたい糖質というのは、50% 以上ですね。で、欧米人の場合はだいたいエネルギーの中で糖質が占める比率って45から50ですね。日本人の場合は50から60% ぐらい。だから日本人が糖質制限を仮にしたとしても、欧米人にとってはその量だよって言われちゃうかもしれないですね。だからそういう食生活のその地域差っていうのもあるんですね。で、これさ、まとめ的なスライドになりますけど、結局糖尿病っていうのはインスリンっていう血糖を下げるホルモンの作用が不足して高血糖になってしまうんですね。ですから、このインスリン作用が不足しているところが糖尿病の大元なわけなんですけど、これには2つの経路があるんですね。1つはその血糖を下げるホルモンの効きが悪い状態、抵抗性って言いましたね。ああいうのの大元になっているのが内臓脂肪型肥満なんです。要するに体重が多いからですね。で、こういう方はここの改善が必要になるわけですけど、実際にはじゃあ肥満になるのはどうしてかというと、やっぱりエネルギーの取りすぎとエネルギーの、
使用が少ないことによって蓄積していっちゃうんですね。ところがこのエネルギーっていうのは実は投資だけじゃないんです。油もそうだし、タンパク質もそうだ。だからこの辺のところが多くなってくればエネルギーが、たくさん使える状態になりますよね。だけど取るは取ったけど使えない、あるいは使う量が少ないってなれば内臓脂肪型肥満になっていって血糖を下げるホルモンの効きが悪くなっていって作用が不足して高血糖。しかしもう一方では糖っていうのは直接血糖値を上げる効果があるわけですから、こういう特にですね砂糖とか大物の取りすぎになるともうダイエットの血糖がぐっと上がっていって肥満を返さない経路もあるということですね。肥満を返さない経路で栄養っていうのはこういうふうにですねいろんなところでやっぱりつながってるんですよね。でしかも糖っていうのはさっきお話したように頭なんかにとってはすごく大事なエネルギーなんですよね。これは私も実は糖質制限するのを自分なりに、やったことがあってですね、なんですけど本当に、ね、頭がボーッとしますよ。本当にボーッとします。でだるいです。体重は確かに落ちました。でそれはそうなんですけど、実際はですねこういうふうにエネルギーって単純に肥満だから糖尿病が起きているというのはなくてですね、こういうところの例えば血糖値が上がりやすい糖を取りすぎちゃってて血糖が高くなっているという方もいたりするので、実際にはこういう複雑なですねエネルギー系のところどこが問題なのかということを考えて食事もお話したいと思います。ということでアメリカの糖尿病学会という大きな組織がありますけど、そこはもう2013年に、さっきお見せしたようなですねことも踏まえてこういうコメントを出しています。2013年の段階ではですね、すべての患者に有用な三大栄養素比率は明らかではない。つまり脂質、糖質、それから、タンパク質ですね、この比率は明らかではないと。で、患者さんの代謝の状態や脂肪に応じて個別対応しなければならない。例えば、極端にですね、本とか読んでですね、いやもう先生、私白いもの全部やめました、糖質制限始めましたって書いてる薬がちょっと低血糖を起こしやすいような薬がヒヤッとするわけですね。糖質制限始めたんですかって、いやもう白いもの全然食べてないよ、いや今日お昼何食べてきましたどう糖質制限じゃないですよ。あとはもう極端にそういう主食を起こしちゃっても夜やっぱり甘いもの欲しくなって食べちゃったりとか、やっぱりちょっときついみたいです。私もすぐ分かります。自分でやったことがある。だから、その辺もですね、まだこれから議論がいろいろあるところなんですけど、実際そういう専門家の意見も分かれているところもありますけど、やっぱりその代謝だとかですね、思考に応じて個別対応というのが現実的な対応かなというところは、これは私も賛成なんですね。あと、糖尿病の管理には、さっきお話したような地中海食、あと、これ、脱脂食というのは血圧が高い方に対する、あと菜食とか低脂肪食とかですね、いろんな食事が重要できますよ。それから体重管理にはやっぱり三大要素の比率にかかわらず全部のエネルギー量をその患者さんにとって適切にしてあげることが大事だと、これも書かれてるんですね。確かにさっきお見せしたみたいにその地中海食とか動物制限食でも体重が落ちるんですけど、どっちかというと私の患者さん見てますと何かの特定のエネルギーだけ落としたりそういう食事の思考にするっていうよりはやっぱり全部のエネルギー量って大事だなと思いますよね。やっぱり体重増えてるから増えてますよ。あとやっぱり運動です。体を動かすのが少ない、そこの差でやっぱり体重が増えたりするわけですから、ここはもう本当に強調しておきたいと思いますよね。でさらに2015年の糖尿病学会アメリカの指定項目では炭水化物の量とインスリンの量、血糖を下げるホルモンは食後血糖にとってすごく大事ですよ。で食後血糖がいろいろ悪さしていることは分かってきたので、そういう炭水化物とか、ね、インスリンの出るうさ悪さということも勘案してやってみます。であと砂糖を含むような炭水化物よりも、ここでは健康的炭水化物と言ってますけど、野菜とか果物とか、全粒穀類ですね、豆類、こういうものを勧めるべきだよ。砂糖入りの飲料は制限を避ける方が、あと食物繊維ですね、これをしっかり取りましょう。で、至極、まっとうな
して、まあ、これも私作ったんですけどね、血糖値の上げやすさっていうのは食品で一律じゃないんですよ。例えばご飯とパンでも違うし、同じご飯でも玄米と白いご飯だと血糖値の上がり方が玄米の方が白米の7割ぐらいですもんって言われます。ということはそれだけ体にとっては血糖値がぐっと上がるのを避けられるわけですから、まあ、少なくとも糖ということを考えてあげればメリットになる食べ方ですよね。でこれなんか見ると結構やっぱりうどんとかですね、そうめんとか、まあ、最近食べてるかと思ったんですけど、この辺なんかやっぱり高いんですよね。だからこういう血糖値が上がりやすい食品の時なんかだったら、まあ、外食だとちょっと難しいかもしれませんけど、お家だったらね、さっきのテクニック使って葉物野菜とかいうものをね、ちょっとアレンジして食べてからこういう食品食べたりとか、そんな風にする工夫っていうのもできるのかなと。で、一食単にもう炭水化物とか、ですね、一食単に油がとかっていうんじゃなくて、やっぱりその質にこだわるべきだと思うんですね、これから。だから今のその砂糖の話も出ましたけど、まあ、やっぱり、ね、美味しいのは美味しいんですけど、あんまりこのピュアな糖っていうのは血糖値の観点からもね、健康っていう観点からもやっぱり厳しくなりますから、まあ、その炭水化物とか油とかタンパクとかね、この辺りのところ、その質にこだわるべきだっていうのが私の。日本人の摂取カロリーですね、これも見てみると、ね、不思議なんですよね。昭和21年ぐらいの時にはトータルで1900キロカロリーくらい実は食べてたんです。終戦後1年目ですよ。でその後だんだんカロリー増えてくるんですけど、まあ、最近はちょっと減ってて2010年でまた少し増えたんですけど、実は炭水化物の比率は昭和21年の方が多いんですよね。8割ですよ。でトータルのカロリーはそんなに変わってないわけですが、じゃあこの間糖尿病がたくさん増えてきたのは何だろうと考えると、まあ、一つこういう比率で見て分かるのは、なんか油が増えてますよ ね脂質の比率が増えてる。あとはやっぱり肥満だとか、まあ、ここにはないですけど運動量とかそういうものがもういろいろ複合的に噛んでるようなものですよね。ちょっと考えて不思議ですよね。炭水化物だけが悪いんだったらこの辺の人の方がよほど糖尿病発症しててもおかしくないんだけど、昔は糖尿病の患者さんの数少なかったですから、どれか一つだけっていうのはね、まだいろいろ議論ありますけど、まあ、こういういろんな統計とか見てみても、ね、複合的な要素がありそうだなと思いますね。砂糖ですね、まあ、これはただできれば控えた方がいいと思います。WHO もね、砂糖 の摂取量というのは少なくしましょうっていうのを、まあ、これちょっと2年ぐらい前にですけどね、出てましたけれども、特に今心配なのはやっぱり低用飲料水ですね。あれを飲んでこられた患者さんの血糖値すごく高いんです。で飲み物の糖というのももともと分解されている上に液体ですから血糖の吸収が早いのですごく血糖値を上げてしまうんですね。ですから、まあ、一食単にねどれかだけが悪いわけじゃなくて、砂糖とかそういう血糖値を上げやすかったりする食品、こういったものはまあちょっとずつ抑えていく方向に強くこれからも考えていきます。ということで、まあ、ちょっと掛け合い的になりましたけどね、食事の話まで一通りできたらと思います。じゃあ私の声です。先生ありがとうございます。